こんにちは。今日はこちらの薄刃を直していきたいと思います。これも、本来であればこのしのぎから下を研がなきゃいけないものを、刃先だいぶ寝かした状態ではあるけど、刃先だけ研いで、刃幅をどん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 縮めてしまった感じの包丁ですね。まあ結構多くの人がよくやりがちな、研ぎ方ですね。だからもうちょっと多分あとどんぐらいだろう、5ミリぐらいは多分減っちゃったんじゃないかなっていう感じですね、この形からすると。で、裏もそこまで悪いわけじゃないんですけど、光が反射してるのがこれだとちょっと分かりづらいけど、刃先が両刃になってる、両刃に研がれてるのがこの辺とか分かりますよね。ずっと両刃に研がれてる、刃を立てて研がれた状態ですね。だからそこまで切れ味が悪いってわけではないんですけど、もうすでに型刃の薄刃としての本来の性能は出せない感じですね。まあこれちゃんとしたブランドの包丁でそこそこ結構形も悪くないんで、研ぎはそんなに難しくないとは思いますけど、やってみないとちょっとわからないですね。で、いつものようにまたグラインダーからかけていきたいと思います。こんな感じですね。まず、最初はちょっと当ててみた感じ、ここの色が黒くなってる部分っていうのがもう完全に段刃になっちゃってる部分で、ここが段刃になって取り減らされた分、その部分刃がちょっと厚みが出てきてるっていう感じですね。これを、削っていって平らにしていきます。
な感じですね。まあ、薄葉はやっぱりちょっとね、破線の崩れとしのぎの崩れ、これが本当にね怖い怖いんで、あんまりね何も考えずにやってると、どん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 しのぎが崩れてきたり破線が崩れてきたりっていうことが本当にあり得るんで、ちょっとグラインダーはあんまり、長時間やらない方がいい気がします。なんでこの辺で、あとは手研ぎでやっていきます。大変ですけど、まあだけどある程度やっぱり精神さんの包丁形がいいんで、割とグラインダーの作業が短時間で終わったかなっていう感じですね。はい、あと手研ぎで砥石に当ててみて、どういう風な当たり方するかで、今ちょっとしのぎ付近にグラインダーの傷がしのぎのところにちょっとついちゃったんで、ちょっとこの320番のサンドペーパーで平を磨いて、まあ、サビを落としながら、そのしのぎについた傷っていうのを、まあ、消していきます。こんな感じでしのぎについた傷は、あれしのぎについた傷は消えました。グラインダーのベルトサンダーの番手が240番なんで、まあ、この320番で少し擦ってあげれば簡単に消えます。裏もこんな感じでいい状態ですね。なんで、あとは切り刃を仕上げていきます。切り刃、まあ1000番からグラインダーの傷が最近なんかこのシャプトンの袋膜の1000番でも十分消えるっていうことが分かってきたんで、ちょっとこれで様子見ていってみます。
消える、要は消えるは消えるけど、新しくグラインダーのベルトサンダーのサンディングベルトを変えたばっかの時の新品のベルトサンダーの傷っていうのがちょっとかかるんで、それがちょっと消えないかもしれないですね。だからやっぱりあらとから始めた方がなんだかんだ早いです。今はしのぎを、しのぎの角を立ててます。しのぎを当てるときは、いつも言ってるように、ここで刃先を押さえながら手首をこっち側にねじって、しのぎをこすりつける感じですね。だからこっちの鋼側をこうやって引っ張って伸ばしていくようなイメージでやっていくと、しのぎが綺麗に当たって角がこんな風になります。で全体に返りが出たのを確認して、で、ここから旋盤へ移っていきます。でやる前に旋盤も、できれば時間があればきちんと面直ししてあげた方が、切り刃全体がきれいに当たってくれるんで仕事が早いし、きれいに、きれいな丁寧な仕事になります。砥石と砥石を擦り合わせる方法で面直しするっていうのは、まあ、経済的でいいのかもしれないけど、厳密に言うとそうするとどっちも砥石は歪んでいっちゃうんですよね。まっすぐな砥石で面直ししてもどっちか片方が面が崩れてるんであればそのまっすぐな面の方が崩れていく。で崩れてる砥石の方は面が直っていくけど完璧には直らない。なぜかというと崩れてきた、砥石を使って面直ししてるんで両方とも少しずつ崩れた面になります。だからある程度はそれで直すっていうのもいいかもしれないけど、完璧に直したいんであればやっぱりこういう空母とかナオルとかそういうきちんと平面の砥石を使って、砥石手が面直し砥石を使ってやるのがいいと思います。安い面直し砥石っていうのは、まあ、安くていいのかもしれないけどなんだかんだやっぱり時間かかるし、こうやってなんかちっちゃいやつとかだと絶対面直らないと思うんですよ。なんとなく平面にはなってるけど完全な面には直らないから、高くてもきちんとした刃をつけたいとかきちんと綺麗に自分の包丁を綺麗に維持したいんであればやっぱりこういう空母っていうのはもう必要不可欠です。
でどんな包丁にも言えるんですけど、必ず切り刃っていうのはまっすぐじゃないんですね。例えばこういうふうに刃先を当てた時っていうのは、刃先しのぎ、この刃先のこ、例えばこういうふうに当てた時っていうのは、刃先こっから下ぐらいが砥石に当たるけど、こっから上は今度当たらないんですよ。このしのぎ下は、刃先は当たるけどしのぎの下は当たらないから、刃先を当てる時は刃先を当てて、でこのまま刃先をどん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 当てていく。手首はこっち側にひねることで刃先をまず当てていく。でこの先端とこっちで ちょうどここの真ん中を、支点として、例えばこういう風に研いでる時っていうのは、ここっていうのこの当て方でやってる時っていうのはこっちは当たらないですから、こっちを当てる時はちょっと持ち手を少し浮かしてあげる感じでやる。こっからここまでとこっからここまでっていうのは別の、当たり方をしますから、だからそう、こういう時 ここは真ん中、こっからここはやってる、で今度こっから下をやってる。だけどそうするとここで真ん中に山ができちゃうから、真ん中もちょうどいいバランスで研ぎ減らしていく。こうやってやると今は刃先がどんどん研がれていって、新たな傷が消えていきます。で常に刃線は確認しながら、で今こういう風に今こっからここ、この刃先の、真ん中から顎にかけての刃先を研いでるわけですけど、これがなんか、砥石に今見たところ当たってない、当たってないっていうのはここが真ん中が多少高くなってる。要はここでこうやって研いでた時に、さっきも言ったようにこことこっからここ、こっからここで別の当たり方しますから、ここ真ん中をここがこのポイントが少し高くなってる状態だと思うんですね、この研ぎ跡を見た限り。だからここを研ぎ減らしていくと、重点的に研ぎ減らしていくと、次第にこっから下が今度当たるようになってくる。さっきと同じ要領で刃先を押さえながら、手首をひねって外側にひねってしのぎをきちんと角を出しながら、傷を消していく。
でやっぱりこの包丁の構造っていうか包丁のこの切り刃の形だったりこの全体の構造作りっていうのかな、その形が分かってないと、どんどん包丁が変形していくことになるんで、きちんとパートごとに分けて研いでいく。で、きちんとパートごとに分けて研いでいくんですけど、その境目っていうのもちゃんと境目とそのパートパートで分けて研いだ研ぐと、その境目がどうしても出てきちゃいます。だからその境目を今度潰して研ぐ。そうすると全体が全体的に形が馴染んでいく、緩やかに馴染んでいく、つながっていくっていうイメージですかね。これを見るとここがちょっと色濃くなってますよね。こことここもちょっと色濃くなってる。色濃くなってるところっていうのはその粗砥の傷がまだ消しきれてないところなんですよ。だからこの色黒くなってるところをこうやって押さえてやってもダメなんですよ。その周り色がもう砥石の前の砥石の傷が消えてるところを研ぎ減らしていくと色黒くなってるところが次第に消えていくということなので、どこが高くなってるのか、どこが低くなってるのか、そこを意識しながらきちんと砥石に当てていく。でこうやって触ってみて、あんまり返りが出すぎてるところがあると、そこは研ぎ減りすぎてるっていうことなんで、刃線が崩れてる可能性があるんで、必ずこういうふうに刃線を確認してあげる。まあ、この場合そんなに帰りが出過ぎてるところっていうのがないんで、極力帰りっていうのはあんまりその出しすぎちゃうと刃物が縮まってしまうので、あんまり出しすぎには注意が必要ですね。必要最低限出したらもうそれ以上はあんまり出さないように。かといって粗砥で、ね、帰りを出して、でその後帰りをあんまり出さないようにってやっちゃうと刃先は粗いままですから、まあ、その都度さっき帰り取ってないですけど、まあ、適当なところで帰りを取ってあげる。残ったままどん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 面倒くさいからって言って次の番手に進んでしまうと、もう仕上げに行った時にすごいその粗手の傷がすごく目立っちゃうんです。だからまあ気にしない人は別にそれでいいかもしれないけど、気にする人はもうこうやって粗手の傷がちゃんと消えたかどうか確実に確認して、完全に消えたのを確認してから次に行かないと、何回も行ったり来たり行ったり来たりを繰り返して時間ばっかかかっちゃいますから、必ずそんなにね、砥石をこまめにやっていくと、その傷が何番の傷なのかっていうのがちょっと分かりづらいから、僕最初これ100番の砥石使って、で次今これ1000番なんですけど、結構番手上げちゃってんの。傷はまあその砥石にもよりますけど、このシャプトンの刃の黒幕は研磨力強いんで、強めなんできちんと消してくれるから、その粗砥の傷も分かりやすい、見えやすい、確認しやすくて、できちんと消してくれるから結構いいです。前はこの間に400番の柔らかめの砥石を挟んでたんですけど、まあその400番の柔らかめの砥石はそれはそれで柔らかくて、刃物に当たった時にもうかすみとかがすごく綺麗に浮き上がるんで、それはそれで綺麗に見えるけど、研ぎ進めていくと、あ、まだ傷が消えてなかったなみたいなことが結構あるんですね。だからあんまり番手を細かく上げていけばいいっていうわけではなくて、きちんとその傷を確認しながら、それが何番の傷なのかっていうのをちゃんと把握できる
ようにある程度番手は飛ばした方がいいと思います。かといってこの100番から中戸を飛ばして5000番とかにやったら多分傷は消えないんで、まあ、この100番である程度全体切り場全体の面を砥石に当たりやすいように整えてあげた後でこの1000番に行く、もしくは800番ぐらいで消す。そうすると傷が分かりやすくていいと思います。今これで言えばここら辺がまだ傷が残ってる。あとはこの辺、この刃先ら辺の傷がまだ残っている。ポイントポイントで、傷を消していきたい場合はやっぱりこうやって細かい動きがいいと思うんですけど、切り刃全体をきれいにしたいなと思うのであればやっぱりこうやってある程度大きな動きでやっていく、まあ、その大きな動きと小さなこの細かい動きを組み合わせてやっていくと切り刃が全体がきれいになっていく気がしますね。僕もまだそういうのちょっと手探りでやってる段階なんで、手探りで常に、ね、その状況状況によっても違うし、その包丁によっても違うし、その砥石のどれぐらい平面かによってもそれは違うんで、一概にはこうっていうのは言えないけど、いろんなやり方っていうのを試してみるといいかもしれない。
Thank you.
回はちょっと切り刃を頑張って表面に仕上げてみました。今回は水芯の薄刃ですね、水芯の白煮の薄刃ですね、結構やっぱりいい刃付けがされていたんですごく研ぎやすかったです。直しもすごくスムーズでした。こんなになんかスムーズにいったのはなんか初めてぐらい、結構スムーズにいっちゃいました。やっぱいい包丁を買った方が後々楽なんで、最初研ぎの練習用には良くない包丁でいいかもしれないけど、ある程度研ぎが上手になった段階でいい包丁をできるだけ綺麗に保ちたいのであれば、やっぱり誰が鍛えたか、誰が刃付けをしたかっていうのをきちんと、調べて、で勉強してから買うといいと思います。どうせ高いお金払うんであれば。はい、こんな感じです。ありがとう、ご視聴ありがとうございました。